ャンネル。今回22卒就活生に内定辞退の質問をいただいたので、それを回答させていただければと思います。どういうことですか、内定辞退？内定をいただいて、入社の意思決定をしないという、入社前に辞退をするという形ですね。内定ホルダーとかの方であれば、どこか一社に決めていくっていう運びになると思うので、その際にお断りの連絡をすると。内定自体を連絡する場合、電話でもメールでもですが、どのような文面内容でご連絡をしたら差し支えない連絡になるのかという質問をいただきました。ぶっちゃけ個人的にはググって調べたんだろうなっていうような、なんか定型文みたいなメールをよくいただいたりもするんですけど、電話でもメールでも正直どちらでもいいかと思いますが、自分の言葉で辞退連絡していただければ問題はないかなとは思います。普段採用はしてるんですか？普段採用してます。じゃあ内定自体の連絡来ることもあるわけですよね、はい、もちろん。どういう時に気分が悪くて、どういう時に気分悪くないですか？明らかにググって調べたんだろうなみたいな定型文はちょっといい気分にはならないですね。であればなんか、こういうふうにお世話になったんですけど、こういう理由で辞退しますとか、最後に感謝の一言とか、そういったのがあれば、気持ちよく送り出せるといいますか、決めた先でもぜひ頑張ってほしいなっていう気にはなるかなと思いますけど、定型文で返してくださった方って、そのこちらから連絡してもつながらないことが多いというか、だからそれっきりみたいな形になるんで、それってお互い結構寂しいなとは思いますね。内定辞退する場合は理由もお伝えした方がよろしいでしょうかという質問なんですけれども、ないよりかはあった方がいいと思いますね。もちろん何かしらの理由はありますし、その理由が会社にとっても今後の採用活動にすごいいい影響を与えてくださるっていう場合もあるので、そういった点ではやっぱりないよりあった方がいいと思いますし、もう他の会社に決めるっていうのであれば、包み隠さず本心を話していただいた方が、なんかお互い納得感はあるかなと思います。なんで伝えるか伝えないかで迷うのであれば、間違いなく伝えるべきかなと思います。こういう理由だったら逆に伝えなくてもいいとか、もちろん大体内定辞退する理由なんて2個迷ってて1個に決まりましたとかっていうだけだと思うんですけど、例えばじゃあ御社の競合のね、レバレージさんと迷ったけど、レバレージさんの方がイケてると思ったんでレバレ行きますって言われたら嫌だろうし、レバさんの方が待遇が良かったんで行きますって言われたらしょうがねえかってなるだろうしとか、はい、そこら辺のポイントじゃないですか。でも個人的にはイケてるでも言ってほしいなと思いますけどね。どういう観点でイケてるのかっていうところとかって、その後の採用ブランディング上大切にしないといけないところだったりとか。人事があなたよりイケメンだったからですって言われたらどうするの？それは言わないでほしいですね。容赦は変えれないですね。全然ありますね。もうなんとか考え直してくれないかとかは、1週間前と聞いてたことが明らかに違うとかも全然あるんで、他迷ってるとこはないですって言ったのに進行しましたとか、はい、それはあるでしょうね、はい、なんでそこで引き止めたりとかっていうのは割とあるかなとは思います。はい、変な質問ですけど、はい、JM さんに限らず迷ってることによって、じゃあこの条件にするからみたいな提示される金額が変わるケースってあるんですか？新卒の場合は金額はないと思いますね。中途の場合は年俸とかが変わるっていう場合はあるんですけど、その点でいうと、新卒でいうとこの配属確約ですよみたいな、このポジション、あなたの希望しているポジションは絶対押さえておくんでみたいなところでの優遇はあるんですけど、金額で差別化している企業さんとかあまり聞いたことはないですね。辞退した企業と社会人になってから関わりを持った際に、内定辞退したことで何か影響はありますか？要は内定辞退した A 君が後日別件で DIM と関わった時に何か影響があるかないかっていう、終わり方次第かなとは思いますけどね。基本はないですよね。はい、ちょっとリアルな話すると、社長相手だったらなくはないですけど、一会社員の人事の人が自分がムカついたからっていう理由でどうこうするっていうパワーを持ってない可能性の方が高いっていう意味でのないと。もし内定辞退して不義理な感じで終わったやつが、何か仮に証券会社入って証券マンとして営業来たら、それは大体気持ちはゼロになる。いや、おっしゃる通りですね。ただ可能性は超低いですよね。基本的にはあんま気にしなくていいと思う派ですね。
対法人間のやり取りで、うん、なんかサブ担当とか、うん、なんかまあ間接的に関わるみたいなことは結構多いとは思うんですけど、うん、対個人でその方がその事態先にアプローチするっていうのは多分よほど関係値が良くない限り、うん、ないケースなので、まあ、実際内定辞退した方が社会人になって仕事するケースがまあちらほらあったりするんですよ、うん、そのまあ人材見ててとかで、はいはいはい、競合他社さん行かれてとか、うん、でもそんなに嫌な気持ちにはならないんで、でも、まあ、終わり方次第ですね。そうですね、そういった方とかは終わり方とかも割と気持ちよくて、じゃあそっちの会社でも頑張ってねっていうところで着地しているので、こうやって社会に出て関わる機会って全然可能性としてはあるので、これは企業側も学生側もどういう終わらせ方をするかみたいなところはすごく大切なことだと思います。例えば僕が仕事で不義理のことをされたと、若いフリーランスに、はい、そしたらやっぱそいつの名前は嫌でも覚えちゃうし、うん、そいつと僕の身の回りの人、誰でもいいんですけど誰か仕事しようとしてることが僕に入ったら、あ、彼はこういうことがありましたよっていうのは一言言ったりはするので、はいはいはい、そういう意味で本当に不義理だったら、例えば株元の周りの人とはちょっと仕事できなくなったりとかするみたいなことはあるんですよ。でもそれやるって相当不義理なことされた時で、内定自体っていうのは別に不義理ではないんですよね、うんうんうん、だから不義理じゃないことはしても全然 OK で、不義理はダメと、もうそれだけの話なんで、内定自体もやり方次第で不義理か不義理じゃないか決まると、それだけのことですね、はい、ということで、2022卒内定辞退したい人、まだ質問あれば、はい、概要欄からください。ありがとうございました。ありがとうございました。